どうも、サコリッチでーす。ここかな。今回はですね、よく出てきますね、ヌマンズ上竹と東京の豪徳寺に行ってきたんですけども、猫がすごかった。猫なんです。見てください。梅ヶ丘駅周辺でございます。はい、ぶらり今してますけどね、はい、梅ヶ丘駅近辺は、はい、あ、公園ちょっとありますね、はい、これどこちょっといいよね。わかった。でも近くに豪徳寺ってあるの知ってます？豪徳寺はい、豪徳寺結構有名な、猫とかで有名なの。猫、いやだって豪徳寺はまだわかるけどそう、行きましょうよ。あ、行く？もしプランニングがないんであれば。プランニング、はい、プランニング、いやそれ関係ないもんここから歩いたら 2,30 分ぐらいで着きますけど、この後のプランニングとかが結構、あ、急に終わるんだよなはい、行くぞー。あれがある、うん、風情を感じますよね。パワーがあるというか、これ感じる？はい、めちゃくちゃ感じている。あっ、書いてあるよ、招き猫。お、招き猫の絵がある、すごい。福を招くと招福殿。うん、行こう、招福殿。うん、行こう、行こう行こう行こう、招福殿。うん、行こう、行こう、危ねえ。何トラップ、何が危なかった？トラップありました。何が危なかったの？トラップがありました今。何が危ねえ。はい、え、なんすか、あ、これ、え、グリーンの杭から、はい、え、右の方を見て、右の方ですか、どこにあるんですか、ほら、あのグリーンの杭、そこから足、片足を下ろして、片足を、右を見て、これですか、これですか、そう、そこから片足を下ろして、片足、違うよ左足下ろして、2階の右、え、お父さんどこ、あ、どこ、あったー、あー、本当だ、あった、あったいたいました、ね、これで、これ、あ、こんなで、ここからだとなかなかね、色とかわかんないけど、それがこれだってよ、隠れ猫がいるんだった、はい、ちょっと見てみてください。片足下ろして、お尻突き出して、お尻別に突き出さなくて大丈夫ですけど、すごい、お父さんのおかげですごい人だかりが、行列ができてますよお父さんすごいですね、めっちゃこれすごいですよ、急に行列ができて人気者になっちゃった、あ、かわいい、いや本当お父さん沼津セコーン本当にお父さん面白い、すげえ、すごい猫、あれ分かんないですよ ね ここら辺とかにもいそうじゃないですか、なんか確かに隠れ猫いるんじゃない、え、上竹もし猫っぽいのいたら教えて、わ、はい、かりました。だからこれ、はい、多分至る所にいるんだと思うわ。なるほど、あった、上竹あった、え、マジっすか、 あそこ見て、はいはいはい、これ、はい、これが屋根を支えてる部分いや違う、猫じゃない猫じゃなかった、にゃお、にゃお、え、猫が飛んでる、にゃお、にゃお、え、にゃ、猫ちゃん、にゃお、最高だって、なんでビンタされるわー、趣があるねー。
げーいっぱいいる。なんで全部招き猫ですよ。なんでな、真っ白な、なんで、いやなんかみんなから送られてくるんですかね。こっちにもいっぱいいますよ。うわちっちゃ、お本当だ、ちっちゃい、ちっちゃ猫、名前とか書いてあるんですよ。だから乗ってくるのか。何体ぐらいいるんだろう。ちょ写真撮る上だけど、はい、携帯で行きます。はいチーズ。あいいのが撮れました。ちょっと見てみてください。いやお前の顔じゃない。やべ自撮りしちゃった。お前の顔じゃないか。すみません。あよーいよー最高の部分いいよってなってるやつじゃないですか。お前やその喋り方。なんかブツブツ言ってるな。あれなんかブツブツ言ってるけど、なんて言ってたんだこれ。上だ、上だって言ってる。上だって言ってる。上だって言ってた。あ、本当だ。あそこにいる。真ん中、2階の真ん中。あ、いたそこ、なんとなくあそこかな。ここだって、これほら。あ、右から。これ分かる。グイグイってやったら分かんない。ちょっと見て。これの、ちょっと、あれですよね、あの、なんていうか、柱というか。これがどこ？近い。これがどこだ？近い、当たってる。え、あそこに顔だけ出てるやつじゃないですか。そうこれだから、それでやると分かんないって。俺的にはもうここなのよ。ここ、あー、なるほど。まだこうして教えてらっしゃる方なんですね、もうここで。あ、そうなのよ。この建物はそもそも下からだんだん落ち着いた井戸なんですね。最初ね、ほら3階の井戸だったの、上から下まで、はあ、全部最初ね、3階の井戸だったの、上から下まで全部。あ、そうなんですね。これはね、江戸時代の建物で、どれですか？一番古い建物。これですから、世田谷区の重要文化財。へぇ、なんでこの建物に猫がいっぱいいるんですか？いい直高さんが、はい、高狩り、今でいうゴルフだね。あ、ゴルフ。お供5、6人連れて、はいはい、ここまで来た時、立派な御武家衆がね、見えたってんで、住職すっかり舞い上がって、もうお茶を出したり、いわゆるおもてなしして、はい、今まで真っ青の空だったのが、はい、見る間に真っ暗になったから、まもなくすぐそばに雷が落ちて、雷か。はい、はい。はい、猫がいなかったら、そう、足も止めてなかったし、うん、そう、もそのおかげで命が救われたから、すっかりこのお寺気に入って、勉強なったな。すごいですね。めちゃくちゃ覚えてらっしゃるんですね。いや、そんなことない。すごい。いや、なんていう、肩を抱き寄せるんですか。いや、なんか感動して。もう一回ちょっと覚えてます。ここ覚えてますんで。このグリーンの杭から、左足、うん、2階の、ほら、そこから。こ、あ、これで合ってます？左足を下ろして。じゃあ、こっちを下ろしちゃダメだよ。ダメ、何考えてるんですか、本当に。片足。2階の右を見て。いや、そのあさって見た。あさって見たって思う。あっちあさって。あっちあさってだった。はい。ほら、あそこ2階の右、ほら。あ、あれか。あ、そうだそうだ、これだ。この格好だ。ね、うん、ありがとうございます。勉強になりました。ありがとうございます。いい話聞きましたね。ほとんど覚えてない。覚えてください。確かに難しかったですけどね。全部優しく全部教えてくれましたよ。丁寧に。はい。急に来た。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、コメント、高評価お願いします。